サムラジコのことです。はい、それではですね、建設業研修1級試験対策の原価計算、今回は第26回ですねの第4問、取り替え投資に関して、説明をしていきます。はい、ではいきますね。これは、過去問対策の動画の、13本目になりますね。はい、ではいきます。まずですね、こちらのね、取り替え投資の論点ですけど、設備投資の経済性計算の中で最も難しいです、ね、最も難しいです。しかも群を抜いてると思います。はい、で次ですね。でただですね、その群を抜いてるというのは あくまで建設業経試1級というですね、試験の範囲の中での、群を抜いて難しいというのであってですね、あくまでね、例えば日照簿記1級とかね、類似の簿記検定試験がありますけど、そういった日照簿記1級に比べるとね、非常に楽は楽です。ね。うん、取りやすいです。非常にね。日照に比べますとね、非常に取りやすいです。ね。ただ今言ったようにね、建設技研修1級という試験の枠内でいきますとね、これより難しいのは今のところないですね。うん。ということでね、これが最高潮にちょっと設備投資は難しいというふうに、まず思ってください。ね、はい、では次ですね。したがってこの問題が解ければね、他の問題全部簡単に見えますからね。こちらをね、最終的にはしっかりとマスターしてほしいんですけどね、今後多分出題可能性が高くなってくる論点ですからね、今後ね、うん、ということで、しっかりと最終的には押さえていただきたいと思います。はい、では、次ですね。じゃあどういうふうに解説するのかというとですね、19回のね、時も、19回の第4問かな、うん、の時もね、同じように、第1弾、第2弾つってね、解説したんですけど、リースか購入かのね、設備投資の意思決定、でもそういうふうにしたんですけど、こちらも同じように解説しますね。したがってね、まず第1段階の解説としてはですね、普通に、こうタイムテーブルだけで解くというですね、通常ね、過去問のね、例えば解説とかテキストとかの解説とかにね、載ってるような方法ですよね。それで、僕も一回やってみます。ね。うん。で、それでですね、終わった後にね、2段階目ということでね、ちょっとね、型があるんですよね。型がね。3つの切り口から、解いていくっていうね、実は型があるんですよ。ね。投資時、年々のキャッシュフロー、そして終了時っていうね、その3つの切り口で、解いていくっていうですね、下書きがあるんですけどね、そちらの方を第2段階では説明します。改めてね、説明し直します、ね、答えは同じなんですけどね、答えは別にね、第1段階のタイムテーブルだけで解く方法でもね、第2段階のね、ちょっと違う方法なんですけど、それちらで、解いてもですね、答えは同じですね。だから回答の出し方自体はどちらでも全然結構なんですけどね。ただね、2段階目のね、下書きの書き方、そして考え方ですね、こちらをマスターすれば、どんな問題も解けますから、ね、今後ね、建設業研修1級でですね、設備投資の経済性、計算の問題が出てきてもですね、全然怖くありませんから、ね、そちらの方をね、しっかりと最終的にはマスターしていただきたいですね。逆にね、これから第1段階の、ね、タイムテーブルだけで方向で喋るんですけど、その方法ですとね、一応なんかできたような気はします。気がすると思います。とりあえずはね、うん、あ、なんだこういう風に下書き作れば解けるじゃんっつって、なんとなくこう解ける気はすると思います。しかしね、それだと応用はちょっとなかなかつきませんね。応用力はね、ちょっと厳しいと思いますね。最終的にはね、別にいいんですけどね、第1段階のやつが非常にシンプルなんで、早いんでね、そっちの方で、最終的には別に第1段階の今から説明する方法でやってもらって全然いいんですけどね、そうですね、僕の場合は後で総括しますけどね、僕の場合もちろん第1段階の方法で解きますよね、うん、で、ちょっと複雑だなと思ったら第2段階の方法で、解きますね。どっちも使うんですよ、要はね、うん。でちなみに建設業研修1級の場合はね、結構すっきりした問題ですが、第1段階だけでね、要するに今から説明する方法だけでも一応やれるっちゃえばやれるんですけどね、ただ今後ですよね、今後ね、うん、ちょっと第2段階でやる方法で、やんないとね、ちょっと厳しいんじゃないかなと個人的には思っております。はい、 OK ですかね。じゃあちょっと前置きが長くなりましたけどね、じゃあ早速、じゃあ第1段階のね、やり方で説明していきましょう。はい、じゃあですね、問題文の方確認しますよ。
これはなんて言うんですかね厚賀っていうのかな、ちょっと分かんないですけどね、ちょっとなこれ地名がこれあったような気がするんですけど、ちょっとすみません僕読めませんので厚賀って読みます。厚賀建設株式会社では、現在2000-0年度末、既存設備を新設備に取り替えるか否かを検討中であると、ね、で次の資料に基づいて、下記の設問に答えなさいと、ね、でなお計算過程で、波数が生じた場合、計算途中では四捨五入せずに最終数値の塩味間を四捨五入することって書いてありましたね。結構18点ですから大きいですね。はい、要するにここですよね、うん、既存設備今ずっと使ってるものを新しい設備に変えるますかどうですかっていう意思決定をしてるということですね。だからまあ、身近な例に置き換えますとね、今まで使ってた洗濯機をね新しい洗濯機に変えっかなみたいな感じ、そんな感じですよ、ね、うん、そういうふうにイメージしていただいてもいいでしょ、ね、はい、では次ですね。資料を見ますとね、まず既存設備に関する資料がこうやって与えられてましてね、そして次に新設備に関する資料が与えられてましてね、そして3番目に共通のね計算条件ということで与えられてます。はい、まずこっち見ちゃいますね。キャッシュフローの税効果はね年度末に発生するよとね、まあこれは通常通りなんでね、これはいいでしょう。で税率 30% ですよって言ってますね。はい、で3年間にわたり黒字ですよと、これ必ずありますからねチェックをしてください、ね、これ2段階目の時にまた喋りますから、これはね、うん、はい、で次です。減価償却定額法だよと、ね、で割引後の、資本コスト率は 8% ですよということで、まあ、減価係数ですね、これ 8% の減価係数が今当たられてます。1年目2年目3年目ね、まあ、これ合計したのは年金減価係数って言いました。はい、まずここまでよろしいですかね。で問1先問い見ちゃいますけどね、次の文章の四角に入るべき数値を回答紙の焦点の欄に埋めてください、ね、なお回答はすべて、正の値で記入することって言ってですね、まあ、いろいろ文章がバーッと書いてありまして、ここにこう数字を埋めていくっていう形になりますね。はい、そして問2を見ちゃいましょう。新設備に取り替える場合、こっちか、新設備に取り替える場合、既存設備をそのまま用いる場合に比べて、要するに取り替えない場合ですね、比べていくらよりまた不利になるのかを賞味経済課徴によって計算してくださいと、まあ、有利の時は A、 不利の時は B ということね。あくまでベースはあれですよ、取り替える案ですからね、取り替える案ね、うん、ということで、ね、基本的には、新設備を買う場合はですね、旧設備を売っちゃうんですよ、売却しちゃいますね、うん、で、新設備買わない場合はね、まあ、引き続き今まで通り、既存の設備を使っていくということなわけです。OK ですかね。はい、ということでね、まずやるべきことはですね、この穴埋めと、まあ、賞味現在課徴なんですけど、ここはね実はね問題解いてるうちにどんどん数字は出てきますからね、一番最後にちょっとこれは読んでいきたいと思いますね。 OK ですかね。したがってね、こちらのまずは問2の、ね、方をやるようなイメージでね、僕は下書き作っていきたいと思います。はい、じゃあ次ですね、話戻しましょう。まず1番ですね、共通のやつ先見ましたからね、これでまあ税率が 30% でね、まあ、これがポイントなんですよね、税率何歩かなってことを知りたかったんでね。はい、でまず1番ですね、既存設備に関する資料というのがありまして、括弧1から括弧6までザーッと上がっております。はい、でこれをねちょっと今から1個ずつタイムテーブルを使って、処理していきましょう。はい、じゃあいきますよ。まず下書き書きますね、まあ、既存設備をずっと使う既存設備の場合です。はい、じゃあ行きましょう。問題文の方ね見ていきます。取得原価、ね、取得後6年経過してますよと、すでにね、で4500万ですと、ね、そして丸括弧にも見ちゃいます。残りの耐用年数ですね、これ3年ですよって言ってます。 OK ですね。でちょっとこっちも言っちゃいます。括弧3、3年後の残存価格もゼロとして減価償却を行うよと、で3年後の売却価格もゼロですよとね、いうふうに言っております。はい、まずこの3つセットですね、1、2、3セットです。 OK ですかね。はい、じゃあいきますよ。今回ですね、すでに6年経ってますとね、6年経ってますとね、そして、取得原価がね、まあ4500万って言ってますよね。はい、取得原価4500万ね、そしてすでに6年経っていて、6年経っていて、そして残り3年って言ってますから、残り3年って言ってますから、で残存価格ゼロですから、はい、9年で割ると減価償却費が出てきますよね。は
はい、したがって4500万割ることの9年で1年あたりの減価償却費がですね、今回は500万ということになります。これ1年あたりの減価償却費です。いいですよね。はい、今までずっとね、500万で、6年間やってましたね。だから300万円ですけどね、300万円の減価償却費がすでに終わってますということです。でも残りのね3年分ですねの減価償却費は今後これ使い続ける場合やってきますよということですからね。はい、まずこれをちょっとメモしておきました。はい、で次ですね、タイムテーブル書きますけどね、あと3年なんでね、こうやって3年1、2、3年ってね、3年分のタイムテーブル作ればいいですよ。はい、で次ですね、取得原価の4500万はもうすでに過去にね支出してますからね。うん、しけたは基本的に将来ですからね、将来の収支ですからね、あくまでね。はい、したがって、今回はここには書きませんね。別に4500万書きませんね。だって6年前にもう終わってますからね。これから発生する収益表ですからね。はい、したがって、ここは書きませんね。うん、その代わりですね、ここは書きませんけどね、ここは書きませんけど、はい、減価償却やってますよね。これ既存設備をずっと使い続けると、あの減価償却引き続きやりますからね。はい、したがって、で、あくまでね、この、500万の減価償却はですね、続けてやりますから、タックスシールドかかりますね。はい、したがって、今回は500万かける 30% のタックスシールドですね。はい、法人税節約額です。はい、したがって、150万ですか。はい、150万ずつですね、ずっと残り3年間にわたって、節約できますよ、インフロに相当しますよ、ということで、書くわけです。いいですよね。あの、僕の場合はね、あの、これ同じ数字の時にはもう、これ野獣集しちゃいますからね、こうやってね。まあ、めんどくさいんでね。150万、150万とか別に書いてもいいんですけど、めんどくさいんで、バーっと僕が引っ張っちゃいます。はい。よろしいでしょうか。ね。では、次ですね。とりあえず、あの、減価償却、カッコ1から、カッコ3までの資料でのね、タイムテーブル書くのは以上です。1、2、3ね。セットで今やっちゃいました。では次です。カッコ4行きましょう。既存、の売却価格って言ってますよね。売却価格、まあこれがちょっと癖問題なんですけどね、現在の売却価値で価格ですよ、ね、つまり仮にですね、この既存設備をですね今売ったとしたら何本入ってくるのっていうと1200万入ってくるって言ってるんですよ。仮に売ったらね、仮に売ったら、はい、しかし仮に売るっていうのはどういう状況かというとですね、あくまで新設備を買うっていう案じゃないですか。新設備を買わない限りはですね、この既存設備は売らないんですよ。使い続けますからね。はい。しかし、ですね、既存設備の立場で考えると。既存設備の立場で考えますとね、あくまでね、今、売ろうと思ったら確かに1200万入ってくるんだと。ここに、こうやって入ってくるんだと。ね、ここが要するに2000年の末ですからね、現時点で言うんですよ。ね。まあ、ここに入ってくるんですよ。1200万ね。ところが、これ今やってる既存設備を使い続けるっていう案ですから、ね、既存設備を使い続けるということはね、本来入ってくるべき1200万が得られないということですね。入ってこないってことじゃないですか。だからこれは機械原価と考えるんですよ。ね、本来1200万入ってくるべきなんだけども、既存設備を使い続けるという案を採用することによって、失っちゃうですね。失っちゃう収入ということで。ね。はい、これは基本的にデデクというふうに機械喧嘩です。だからですね、今回はここに下に書くんですよ。アウトフロントに書くんですよ。ね、これは機械喧嘩の方で意味してるんです。これ本来入ってくるだろう、でも入ってこなかったよねとね、うん、いわゆるチャンスロスなんですよ。これ売却価格です。売却価格ね。本来入ってくるべきなのが入ってこないから、既存設備を使い続けるから入ってこないんだよ。だからアウトフローと考えるんですよ。つまり機械原価と考えるんですよ。 OK ですかね。まあこの辺がちょっと最初あのイメージできないと難しいんですけどね。はい、では次です。まだあるんですよ、まだね。はい、もし仮ですよ、もし仮に、はい、ここ既存設備売ったとしたらですね、まあ、貸し方設備ね、うん、で、まあ完成の方にしましょうか。で、借り方累計額ね、借り方累計額、ね、そして借り方現金じゃないですか。
まあ、現金は1200万ね。という仕分け切れますよね。まあ、これが入ってくるってことなんですよ。本来は入ってくるんだけど、ね、今言ったように、得られなかったからっつってマイナスやってますかね。あくまでもね。チャンスロスですよ。ね、そして、はい、次です。確かに4500万で取得限界ですよね。でもね、もう6年間減価償却してますから、先ほど言ったように、5630で3000万の減価償却は終わってるんですよ。ね。したがってですよ、仮に、ここの時点でですね、0年の、末の時点で売ったとしたらですね、貸し方設備4500万。ね。いいですよね。この数字ね。取得限価ね。ちょっと金額は。4500万。取得限価ね。で、借り方累計額セットね。まあ、3000万まではもう終わってますからね。まずこの仕分け数じゃないですか。貸し方、仮に売ったらですよ。仮に売ったらね。設備、貸し方、設備が4500万。で、借りが累計が3000万ですよ。これ、完成の場合ね。で、入ってくるお金が1200万ですから、今売ったら1200万するから。ね。この仕分けが仮設できますよね。仮定できますよね。そうすると、差額出るじゃないですか。差額ね。そうしますと、4500万マイナスのですね、3000万。マイナスの1200万で、差額300万出るんですよ。借り方に。OK ですか？はい。じゃあ借り方にですね出てきたこの300万中のは何ですかねというと、これ固定資産売却ゾーンなんですよね。要するに売却ゾーンです。費用なんですよ、売却ゾーンね。うん、いいですよね。はい、しかしですね、この売却ゾーン中のはね、まあくまでね、基本的にはお金が出てかない費用なんですよね。うん、はい。で、要するに減価償却と一緒ってことですよ。減価償却はもうお金が出てかない費用ですからね。はい。で、このお金が出てかない費用に対してですね、タックスイールドがかかりますから、ありますから、はい。したがって、300万かける 30% の、これ90万ですかね。はい、90万です。90万のタックスイールドを得られるわけですよ。タックスイールドね。本来は。仮に売ったとしたらね、仮に売ったとしたら、300万の売却ゾーンが出ますから、つまりお金が出てかない、非現金支出費用ですね、減価償却と同じ、まずこうです、これですね。タックスイードが90万、ね、得られるはずなんですよ、売っちゃったらね、仮に。ところが、今やってるのは、既存設備のを使い続けるってあるんでしょ。したがって、このタックスイールドも得られないわけですよね。チャンスロスですよ、要はね。機械減価なんですよ。って考えるんですよ。したがって、この90万も本来は得られるんですけども、得られないから、はい、この90万。まあ、売却ゾーンの下に、売却額のね、下に書きますけど、ね。こうです。これ、タックスですね。これです。90万。ここに書きます。OK ですかね。したがって、1200万と90万ですね。この2つを、0年の末時点で、つまり現時点なんですけど、現時点で失っちゃうんですよ。既存設備のまま使い続けるとね。うん。だからいわゆるアウトフロー、キャッシュアウトフローに相当するって考えるんですよね。このタックスユード部分のこの90万とですね。うん。要するに入ってくるお金の1200万ね。まあ、この2つなんですけどね。この2つがプラスなんですよ。本当はね。本当はプラスなんですけど。で、このプラスなんで本当は上に来るんですけど、でも、これを既存設備のまま使うよって案を採用しちゃってるんで、こっちの案は。だから、この上の方じゃなくて、下の方に書くと。失っちゃったねと。本当はこれ得られたんだけど、失っちゃったねっつって、機械減価と考えるわけですよ。でしたね。はい。ということでね、まあ、この辺がね、ちょっと難しいんですよ、最初ね。うん。まあ、慣れてくと大したことないんですけどね。慣れるまではね、こうだいぶ難しいと思いますよ。はい。では次です。今度資料の、なんだ、5番いきましょうか。ね。年々の現金支出費用が3000万ですよって言ってます。はい。これは比較的わかりやすいって言ってますね。要するに年々のね、支出費用が、これ支出なんで現金が出てくるってことですからね。はい。まあこうやってアウトプットの、ね。流出額。まあの方にね、アウトフローに書きますよ。で、ね、これは 30% が今回税率なんで、これは 70% 書けばいいですかね。はい。
したがって、税引き後にしないといけませんからね。3000万 ×70% で2100万かな。はい、2100万です。はい、2100万がずっとね3年間にわたり、ね、出てきますよというね、キャッシュアウトフローでね出てきますよということで、タイムテーブル書くわけです。はい、ここまでよろしいですかね。はい、で、すでにもう書いちゃったんですけど、一応念のためね、本当はこの括弧から、括弧6から読まなあかんんですけど、本当はね、既存設備を新設備に取り替えた場合、既存設備の売却損が生ずる。出れましたね、さっき300万のね、これですよ、これが出ると、売却損が出ると。はい、で、この売却損の税金に及ぼす影響、つまりタックスシールドです。タックスシールドね、税金に及ぼす影響、つまり90万です。はい、90万は現時点、つまり2000年の、末ですに計上するよって指示が一応あるんで、はい、このですね、90万に関してはですね、90万に関してはこの現時点の0年の末に計上しなさいって言ってるんですよ。 OK ですかね。仮にですよ、仮にこれがね、例えば1年の末に計上しなさいって指示があったらね、1年の末に計上しなさいっていう指示があったら、90万に関してはですね、ここに書くんじゃなくて、こっち書くんですよ。ね、ここに書きます。ね。そうすると何が違うのかっていうとね、ここの場合だったら、もうね、かける1で持っていくじゃないですか。ね。現時点ではね。でも、ここに書いたら、つまり1年後に書いたら、これ、減価係数かけるためなんですよ。割引計算しないといけませんからね、1年分ね。うん。だから、この90万のですね、いわゆるタックスシールド。これが、どの時点で計上されるのかな、っていうことは、問題文を指示したかってください。ね。問題文ね。指示したかります。こんな感じで、括弧6みたいに書いてありますからね。基本的にね。うん。はい。これに指示したかれば結構です。受験上はね。うん。まあ、大体、建設業1級の場合は指示変えてると思いますけどね。うん。日照1級になると結構、書いてなかったりするときもあるんですけど、それ自分で大体判断するっていうね、話なんですけど、まあ大体でもこうですけどね、こうね、現時点で計上しちゃいますけどね、普通はね、うん。はい、ここまでまずよろしいでしょうか。はい、では次ですね。これでね、既存設備に関する資料の整理が終わりました。はい、で今度はですね、新設備の方行きましょうか。ね、新設備の方も、これから資料をね、新規案ですね、整理していきます。はい、じゃあまた同じようにね、はい、3年間ですかね、3本やって、はい、じゃあ1個進みましょうか。はい、新しいですね、設備買った場合ですけど、括弧1、取得原価が5400万で耐用年数3年で、3年後の残存価格はゼロですよとね、まあ、3年後で売却価格が100万ありますけどね、今回はこれゼロじゃないですね。はい、で、年々の、まあ、現金支出が900万ですよ。ちょっと資料はだいぶシンプルにはなります。新しく買ってくるってやつはね。はい、じゃあちょっと一個ずつ見ましょうか。そうしますとね、こっちはあくまで買うっていう案なんで、取得原価をまず書きますね。まあ、投資案です。投資案ね。これが今回、5400万ですね。5400万投資します。はい。そしてですね、5400万投資っていうことは、ね、投資っていうことは、で、残存価格ゼロで3年ですから、はい、減価償却出ますよね。1年あたりのね、減価償却出ます。はい、要するに割る3年でやると。1800万かな。はい、1800万円の減価償却費が出ます。ね。で、タックスシールドですね。1800万かける 30% ですね。540万ですか。はい、540万の減価償却のね、タックスシールドですよ。これが3年間にわたって入ってきます。1500万、あと540万ね。タックスシールド。このさっきのことですよね。既存の場合はね、減価償却が500万なんで、500万の 30% ですから、150万がタックスシールドになると。ね、まあ、法人で節約額ちょうどね。で、こちらはですね、1800万が減価償却になりますから、540万ですかね。1年あたり540万がずっとタックスシールド、法人税節約額になるということです。はい。OK ですかね。で、次ですね。で、出てくお金がですね、900万って言ってますね。毎年毎年900万出てきますよ、と。言ってますから、まあ、これの 70% かけまして、ね。税引き後にしますから、ね。
630番ですか。はい、630番が、はい、毎年毎年出てきますよということで書いてあげます。はい、これは先ほどのね、こちらの、2100万かな、こちらねの一緒です。そうね、既存設備のまま使い続けると現金支出費用がですね、税引き後で2100万ずつ出てきますよと。でも新設備に変えましたらね、まあ、900万で、ですから、あ、これ630万か、630万ずつ3年間出てくるよってことですよ、ね、いいですよね。まあ、要するにね、こっちは古い機械なんで、古い、例えば洗濯機なんでね、例えば電気代とかがね、すごくかかっちゃう、ま、いっぱいかかっちゃうよねって、古いからね、電気食うよねってことですよ、例えばね。で、新しい設備に変えるとね、確かに、初期投資かかるんだけど、ね、それ以後のね、あの、年々のコストは安くなるよね、電気代だいぶ安くなるよねって、そんなイメージで思ってください。要はね。うん。これが取り替え投資です。ね。ただ、大層なことやってませんからね、今ね。うん。古い洗濯機を新しい洗濯機に買い替えかどうかっていう話をやってるわけですよ。ね、あの、車でもいいですからね、古い車乗ってるんだけど、ちょっとね、ガソリンかかっちゃうんだよね、燃費悪くなっちゃったね、みたいなね、うん、じゃあちょっと新しい新車買おうかなっつってね、うん、そんな感じで、車の場合だったらね、下取りに出してね、車ね、こうやって下取り売るでしょ、だから、ね、下取りに出して、新しい車買うのか、ね、それともいやいや、まあいいんちゃうかと、もうちょっとしばらくね、あと3年やから、ああ古い車乗ってよっていうふうに考えるかっていう意思決定をやっとるということなんですよ、要は。ね。まあそうやって置き換えてもらっても全然いいですからね。まあむしろそういうふうに考えた方が分かりやすいですよね。うん。あの、原価計算のね、結構ね、あの苦手になる、こう、原因っていうのはですね、例えばこう、抽象的なんですよ、全部ね。うん。例えば A 製品とか B 製品とかね。うん。ね、既存設備とか、新設備とかね。抽象的でしょ、基本的にね。うん。これ具体的にしてくれるとね、結構助かるんですよね。勉強する方はね。車だよとかね。うん。あの、日産の何の車だよとか、何色だよとかね。こう、いろいろ書いてくれたりね。例えば、こう、たこ焼きを作ってんだよとかね。うん。そんな感じのニュアンスでね。問題出してくれると、具体的になるんで、ね、すごくわかりやすくなるんですけど、ね。そうじゃなくてね、A だの、B だの、C だのつって。抽象的な、モルク使うんですよ、工業武器はね。だからちょっとイメージがなかなかしづらいから、結構なんか別物というふうに思って捉えちゃうんですけど、そうじゃないですからね。うん、結局やこれ原価計算でやってる計算っていうのはね、あくまで現実の計算をやってるわけですからね。うん、それはあくまで学習でやってる今だけなんでね。だから基本的には現実ですよ、現実ね。うん、だから原価計算が得意になるコツとしてはですね、自分のこう日常的な分かりやすいやつに置き換えて考えるっていうことなんですよ。ね、まあ、たこ焼きとかね、牛丼作るとかね、そんな感じですよね。あと車とか、今洗濯みたいな僕言いましたけど、それで全然いいですからね。うん、ということでね、自分で分かりやすい具体的なやつにイメージを置き換えながら、あの、勉強するようにしてみてください。はい、じゃあ話もしましょう。はい、じゃあもう一個あるんですよ、実はね。これですね、これ3年後の売却価格ですよ、ね、100万あるって言ったでしょ。したがって3年後にはですね、3年後にはこれ100万入ってくるんですよね、新設備の場合は。いいですよね。うん。つまり、最初に買うじゃないですか。5400万でね。そう。で、3年間使うでしょ。3年間使うでしょ。で、3年間使った後にですね、売却するんですよ。したがって、ちょっと仕分けを切りますよ。そうするとね、貸し方はまあ、設備ね。で、ちょっと間接法を前提としますから、ね。まず540万でしょ。あ、5400万でしょ。はい。で、次に累計額じゃないですか。でこれ残存勘定ゼロなんで、累計額も同じなんですよ。ね。だから5400万になっちゃうでしょ、こうやって。まずここまでですか。ね。そして、お金100万入ってくるって言ってるんですよ、これ。借方現金ね。まあ僕、じってやってますけど。そうすると、差額出るじゃないですか。貸し方に出るでしょ、今度は。いいですよね。これ何ですか、売却益なんですよ、これ。売却益なんですよ、これ。売却損じゃないんですよ。OK ですか？しかしですね、売却益って入ってきますお金がこれ。ね、うん。まあもちろんこれね、あの こちら側に100万入ってくるんで、入ってくるように思ってしまうかも分かりませんけど、まあそうだな。ちょっと例えばこれ未収入金だとしましょうか、仮に。完成工事未収入金としましょうか、仮に。ああ、と未収入金でいいや。ね。そうすると仮にこれが未収入金だとしても売却益でしょ、これ。そうですね。うん。
でも売却益100万ってお金入ってきます？これ、仮にこれが未収入金だったら入ってこないですよね、売却益って、ね、いいですよね。だから売却損というのはあくまでお金が出ていかない費用なんですよ。そうでしょ、お金が出ていかないでしょ。これも今現金でやってますけど、これ未収入金の未収ですからね。そうでしょ、ね、うん、未収入金ってやってもこう売却損ですからね、うん、そうするとどこにもキャッシュが出てきてないんだけどもね、費用でしょ、うん、だからこれはお金が出ていかない費用なんですよ。つまり非現金支出費用です、これね、つまり減価償却と一緒なんですよ。だからタックスでやるんですよね、うん、でこっちも実は同じ発想なんですよ、ね、お金が入ってこない収益なんですこれね、うん、だからこの場合はですね、この場合は、まあ、30%かけてタックスイールド出すんですけど、100万かける 30% でタックスイールド30万で出すんですけど、いいですかね。売却損の場合はね、売却損の場合はですね、税金が安くなる効果があるんで、だからタックスイールドつってこうやってね、節約額つって上に書いたんですよね、インフローに書いたんですよ。ところが売却益はその全く逆なんですよ、ね、税金が増えちゃう効果を表しますよね。だって売却益増えたら収益増えるじゃないですか、ね、で収益増えたら税金増えるでしょ、ね、うん、だからこれはですね、税金がですね、多くなっちゃうっていう効果があるんですよ。効果っていうことはどうか知りませんけどね、うん、まあ経済的効果って言ったら効果って言っていいよね。はい、したがってですね、影響って言ってもいいかね、30万のですね、税金が、つまりキャッシュがですね、こう多くなってしまうっていうね、うん、多く払わなあかんっていうね、効果がね、いわゆる影響が出ちゃうんですよ、売却益の場合はね、うん、だから30万はこれマイナスなんですよ、ですか。だからこのタックスイールドに関してはですね、ここの下に書くんですよ、30万こっち書くんですよ、こうやって最終年度にこの30万ここに書きますかね、 OK ですかね、うん、いいですよね、うん、でもし仮にね、売却損が最終年度で出てくるようだったら、プラスですからね、だから上に書くんですよ、こっち書きますからね。今回売却益だから下に書いてますからね、これ売却損だったらもちろん上に書きますからね、いいですよね。はい、ということでここもね、ちょっとまあいろんなケースがやっぱり出てくるんでね、少しちょっと応用力をつけとかないといけないというところでした。はい、まずここまでよろしいでしょうか。はい、でここまで来るとね、基本的にはあとはね、もうじゃんじゃかじゃんじゃか、割引計算やって数字を出すだけなんですよね。だからそこまで来るとそんなに難しくなくないですけど、ここ作るまでが結構大変なんですよね、うん、ここ作るまでが結構大変になるわけです。はい、でこの時点で実は統一できるんでね、ちょっと統一やっちゃいましょうね。はい、じゃあちょっと問題文の方見ていきますよ。こういうふうに書いてます。経済計算において税金の効果を考慮する場合、ね、非現金支出費用の処理が重要であると、まあ、お金が出てからの費用ですね。で本物の場合、年間減価償却費は、はい、既存設備いくらいくら、新設備いくらいくらであるって言ってるでしょ。はい、さてあと E はどれですかっていうと、こうですよね、これが、あ、これが E ですよ。さて A は500万ね、で E が1800万ってことですよ。まあ、だからちょっと前振りでね、実はここにメモしたんですけどね。普段は別にこんなこと僕メモしませんからね。ね、これ問われてるから書いておいてください。一応ね、メモとね。はい、では次です。したがって、減価償却を計上することにより、税金支払い額を、はい、既存設備ではいくらいくら、新設備ではいくらいくら減らすことになる。これタックスイールドですね。減らすことができるっつってから。ね。はい、じゃあこれいくらですか？はい。そうするとですね、既存、いい。頑張ったから、うかな、次ね。はい、要するにこうですよね、タックスイールドね。はい、150万。そして、540万かな。はい。ということで、150万とですね、540万っていうのが、はい、回答ですね。う。こうですね、タックスイールド。で、L ですね。540万、タックスイールド。ね、ということでした。はい。では、次、いきます。既存設備を継続して用いる場合、既存設備を売却することによる生ずるいくらいくらの売却損を発生させないことになり、ね、OK ですかね。でこれによって節約される税金支払い額いくらいくらを犠牲にすることになるというふうに言ってますけど、まずおですよね。はい、
オは一体何やということですけど、オに関してはこれ売却損の金額ですから、はい、300万ですね。これ要するに300万のオ言ってるんです、これ。オは。そうだね、オはね。うん。じゃあ、カはなんですかと。ね。カはなんですか、節約される現金支払い額ですから、カは、はい、これですね。90万です。90万です。まあ、これでもいいですけど、別に。はい。だから、オが、300万ですね。売却損ね。そして、カが90万ということです。OK ですかね。はい。これが問1の穴埋めでした。はい。ここまでよろしいですかね。はい。じゃあ、あとはね、問いにやっていきましょう。問いにはね、まあ、有利か不利かということなんでね。あとはもう、じゃんじゃか、年金減、減価係数かけていけばいいということですけど、はい。じゃあ、既存設備からいきましょう。で、今回ですね、まずこの150万いきましょうかね。で、150万なんですけど、はい。これに関しては、ね、かけることの、これ、年々一緒なんで、年金減価係数にしちゃいましょう。めんどくさいから。ね、下がって 0.926、プラス 0.857、プラス 0.794 で結構でしょ。ちょっとかけて、あと足してね、ちょっとメモしておきましょうか。何回か使うんでね。はい。2.577 かな。ちょっとメモしましょうかね。2.577 ね。これが年金減価係数です。この問題のね。はい。したがって、要するに3年間とも同じ金額の場合は、これかければ一発で。計算できますから、はい、従って150万かける2.577と、ね、いうことで、はい、386万5550ですかね。もう一回言いまし、386万5500ですね。はい、これがインフローの合計です。はい、では次ですね。今度はね、アウトフローいきますけど、まずね、1200万とね、この90万ありますね。これはもうそのまま書いてくださいね。現時点ですから。アウトフローのね、1200万と90万はね、そのままです。こうですね。まあ、仮にかけるとしたら1ですよね。かける1、かける1です。現時点の価値ですから。ね。はい、いいですよね。で、次これです。はい、2100万ですかね。2100万が、ちょっと狭いんですけど、どうすかな。まあいいや。ちょっとズバッと書いちゃいますね。ズバッと。はい。こうですね。2100万ですね。で、これはかけることのですね。これも、一緒ですからね。ずっと同じ金額なんで、2.577 でいいですよ。2.577。ね。はい。したがって2100万。かける2.577ということで、はい。541100ですかね。はい。ということで、年々のね、2100万の3年分ですね。これをまとめて、年金減価係数かけて、はい、この数字出してもらって結構です。はい。よろしいでしょうか。ね。で、あとはですね、上のインフローからアウトフローをね、これ引いてあげて、ね、出てきた差額ですね。はい。下がって、36-385500。ね。マイナスの、はい、1200万。と90万ですね。であと541170ですね。はい、したがってこれはマイナスのですね、マイナスの6315150ということでね。はい、こういった数字が出てきました。はい、これが既存設備を使い続ける案ですね。はい、では次です。新設備いきましょうかね。じゃあまずインフローから言いますね。そうするとね、まずは、この540万ありますね。540万です。あ、で、これね、ずっと3年間一緒ですから、さっきメモしたね、2.577 使いますから。すいません。はい、これ計算しましょう。はい、したがって540万でしたね。うん、540万かける2.577ですから、はい、1391580ということでね、1391万5800ということです。いいですよね。ね、楽すぎるね。はい。で、次ですね。忘れちゃいけないのはこれですね。100万ありますもんね。はい、この100万です。3年後にね、売却収入がありますから、100万ですからね。で、これは、ね、3年後ですから、はい、こうですね。はい、0.794 ですね。0.794 ということで、はい、100万かける0.794ですね。はい、79万4000ですかね。
はい、現在価値に戻すと。ね。ということです。3年後に売却するときにね、入ってくるからですね。はい。あ、こっちちょっとプラス書きませんでした。これはプラスですけどね。プラスね。はい。これかけてございます。現在価値戻しました。はい。これでね、まずインフローがあるんですね。で、ここからアウトフロー引きましょう。はい。で、これ1400万はそのまま持ってきますよね。こうやって。現時点のやつですから。そのままスライド。はい。そして、2つあるか。ね。まずはね、この630万ありますね。630万は3年間にわたって入ってきますから、はい、これはかけることの 2.577 をね、まあ年金減額数かければいいわけです。したがって630万ですね。630万かける、2.577 でね。はい、したがって1623万5100ですね。はい、という感じで持ってくれば OK ですし、そして忘れちゃいけないのはこの30万ですからね。30万ね。いいですね。これ。タクシードの逆ね。節約額の逆ね。ここでこの30万ですよ。ね、この30万ね。はい。で、これは3年後ですからね。まあ、さっきのやつと一緒なんで、まあ、これ使いますよ。0.79 ね。0.794 で。はい。したがって、30万かけることの、で、794。で、238,200ですか。はい。ということで、出ました。そうですね。で、これ合計したのが、アウトフローね。で、これはインフローの合計ですよ。ね。したがって、インフローからね、アウトフローを引ければ出てくるということです。はい。じゃあ行きましょうか。79万4000プラス、1391万5800マイナスのですね。で、5400万マイナスの1623万5100マイナスの23万8200ということでね。はい。まあ、三角の5576万3500ですか。はい。ということで。出てきました。はい、これが新設備をね、新しく買うよって言った場合のね、キャッシュアウトフローですかね。三角ついてますから。はい、OK ですかね。そしてですね、最後に、こことここ比較ですね。はい、こことここを比較するわけですよ。はい、じゃあ差額出しちゃいましょうか、とりあえずね。差額出しますと、はい、この差額は738万8000出ます。ね。とりあえず差額出しました。ね。まあ、数字的には、問いにはこの数字になります。738万8000です。ね。じゃあこれが有利か不利かですよ、要は。有利か不利かね。はい。じゃあ考えましょうか。そうしますとね、既存のね、設備のまま使い続けたらですね、キャッシュアウトフローが、15万1500円なんですよ。ね。それに対して、古い機械を売っちゃって、ですね、新しい機械が変わったと言った場合のですね、アウトフローが、5576万3500円なんですよ。ちゅうことは、はい。マイナス同士の比較の場合どうでしたっけ？はい。これは小さい方がいいですよね。マイナスの場合っていうのはね。うん。要するにゼロにね、どんどん近くなりますからね。こう、マイナスが小さくなるってことね。うん。マイナスがでかくなるってことは、ゼロよりどんどん離れちゃうという意味ですから。ね。これ、プラス同士の比較だったら、もちろん高い方が、高い、いいんでね。それは分かりやすいんですけど、マイナス同士の比較になっちゃうと、全く逆になりますからね。うん、有利不利がね。はい。従って、今回は、はい。新の方がね、新、設備を買った方が、ね、少ないですよね。うん。コストのね、流出がね。はい。従って、これは、新設備買った方が有利かなってなるわけですよ。はい。従って、一応改めて確認しますよ、問いにね。新設備に切り替える場合、はい、これですね。新設備に切り替える場合、現有設備をそのまま用いる場合に比べて、いくら有利または不利になるんですかねっていうことですけど、今言ったように、有利ですよね。新設備の方が有利なんですよ。ね。少ない金額で済んでるから。出てくるのがね。はい。だから、有利ですから、A ですかね、これね。はい。従って回答はこれ A です。有利ですから。ね。新設備の方が有利ですからね。はい。ということで、回答を出していくということになります。はい、まずここまでよろしいですかね。はい。でとりあえずね、これが第一段階の説明なんですよ。ね、第一段階。はい。でこれでできるようになってもらってもちろん全然構いませんし、ね、これ自体がね、冒頭で言いましたけど、建設業決1級においてはものすごい一番レベルが高い問題になってるんですよ。ね、うん、今までないですもんね、こんなレベルで出てきた設備投資の経済性計算ってね、
まあ、あの言ってみれば結構びっくりした問題だと思いますね、みんなね、うん、多分ほとんどの人が解けなかったと思います、これ。まあ解けたとしてもね、あの喧嘩消却は取れかなってことね、あとは岩解けかなってことですけど、あとはちょっと厳しいかも分かりませんね。あとでもタクシードか、タクシードぐらいはちょっといけるかも分かりませんけど、問いにはまあできないでしょうね、多分ね、いきなりこれができちゃったらね。うん、あとなんだ、あとかとかおですよね、うん、この辺もちょっと難しいし、要するにタクシードね、の機械喧嘩ですよ、この辺もちょっと難しいし、あと売却益ですよね、売却益の方もこれも難しいんで、これ1級でもなかなか出ませんからね、売却益のやつってね、2勝1級でもね、それがこう出てきてるんで、ちょっとあれっていう風に思った方もあれどこじゃないかな、これね26回の時はね、 あれじゃないんですよね、何やってんだこれ、何をやれたらいいんだって多分なったと思う、みんな多分固まったと思うんですこれね、うん、これ出てきた時ね、最初に見た時ね、うん、でこれ1回こうやって出てきたじゃないですかね、うん、で今日あの2020年の10月の今日3日なんですけど、ね、今27回の本試験かなが終わって、で次28回の、ね、本試験を迎えるっていう今タイミングなんですよ、この動画撮ってるのね、うん、だから今後ね、ちょっとこのタイプが出てくる可能性が非常に高いですね、非常に高いです、ね、だからね、おそらく皆さんこのタイプを一生懸命勉強していると思います、ね、ただという話です、ただね、うん、あの冒頭でもお話しましたけど、この問題はできるようになると思います、皆さん。ね、あのこれ暗記しちゃえばね。うん、あこういうふうにやるんだっつって、この問題と同じスタイルだったらできるんだっつって、多分ね、あんまり用語かかってなくても、できるようになると思います。この26回の第4問自体はね。26回の第4問っていう問題自体はできるし、この本当に数字が違うぐらいのやつだったらできると思います。ね、でおそらく予想問題なんかもですね、専門学校が作る予想問題なんかもおそらくこのね26回をベースにして ほとんどね数字をちょこっと変えるだけの問題をおそらく予想問題として作ると思いますね、うん、でもそれはあくまでね、なんでしょうかね、こう受験対策の、まあ、予備校とかやね、まあ、学校みたいな立場だったらそれで、いいとは思うんですけど、ただね、これはまあ僕もね、受験対策の予備校長も予備校なんですけど、僕は完備個人でやってますから、ね、自分の、ね、考えでできますからね、そこら辺は全然自由にできるんですけど、これここから僕の個人の考えですよ、あくまでね、うん、ここから僕の個人の考えなんですけど、この1段階目で、やったね、つまり26回の第4問だったら解けるっていうこのやり方でやったら、ちょっとね、次ひねりが加わったらやっぱできないですよね、うん、できないと思いますよ、やっぱちょっとひねりかかっちゃったらね、うん、じゃあね、そのひねりが加わったとしてもですね、できるっていう解き方考え方があるんだったら、それマスターすればいいと思いませんか。そうですよね、だってそれマスターしちゃったら、要するにあらゆる問題が解けるっていう下書きが仮にあったとしたらね、それマスターしちゃえばいいんですよ、要はね、そしたらどう変わるのか関係ないんですよ、その下書きに沿ってやっていけばいいだけなんでね。うん。だって全部の問題解けちゃうんだから。ね。それが、いわゆる、ね、まあ、公認会計士の担当式であったり、二所簿一級であったりのノウハウなんですよね。うん。二所一級で当たり前ですから、今から僕が喋る第二段階のね、下書きっていうのはね。本当当たり前なんですよ、二所では。ね。でもね、建設業一級ではおそらくそれ使ってないんじゃないかなっていうふうには僕は思います。おそらくね。うん。でもね、まあ、僕の建設業研修1級と構成ではもちろんこれから第2段階の、ね、下書きをたっぷりとお話しするんですけど、それでやりますしね。それでやります、僕は。ね、二所簿記1級の講師ずっとやってましたからね。30年近くやってたんで。ね、で二所簿記1級には普通にこう出てるんだけども、建設業1級では一応範囲に入ってるんだけども、ほとんど出たことね、まあ、こんな感じのやつも解けるっていうね、ノウハウがあるんですよ。ね、僕持ってますからね。二所簿記1級のレジュメ全部持ってますから、もちろん。ねまあ、それでずっと、ね、今やって30年近くやってるんで、ノウハウ持ってますね。だからね、僕の建設業1級の講座の場合はですね、そこもやりますからね、そこもやります、先取りしてやります、先取りしてね、うん、過去分見てると怪しいのが分かるんですよ、ね、あ次これ出るんちゃうかみたいなね、感じがね、しめしめみたいな感じがね、ちょっとね、分かるんですよね、うん、ちょっとちらっとだけお話しましょうか。例えばね、これが僕の第一問対策のね、第一問対策のレジュメなんですけど、ね、14回15回16回でこんな感じバーッとこう僕のね取材校実績の格好が入っ
使えてる、こうやってね、そう、こういうふうな僕が作って、これで地面作ってね、あの熟成にやってるんですけどね、うん、これあのね、問いとね、あとキーワードなんですけど、キーワード入ってます、ちょっとこんな、ね、でチラッとだけ喋ると、第一問対策って結局ね、キーワードが書ければ受かるんですよ ね、あの専門学校が書いてるなんだ、あよよはあの模範解答なんか絶対書きませんからね、第一問絶対無理なんで、ね、うん、でもね、あのキーワードで大体おそらく丸つけてますから、このキーワード入ったら5点とかね、そんな感じで2点とかそんな感じでつけてるはずなんでね、だから僕のね、このレジュメのこのキーワードもこんな感じで、この言葉書けばいいよみたいな感じの全部バーっと僕まとめたオリジナルレジュメなんですけど、ね、こんな感じ で、こんな感じで自分なりに、ね、こう対策を立ててね、予想しながらあの作ってるんですけど、ね、まあ、28回はこれが出っかなみたいな感じで、まあ、今これ予想中なんですけど、まあ、これはあのまたね、順次ね、あの予想が決まったらまた改めてね、 YouTube であの告知させていただこうと思ってるんですけどね、とりあえず現時点での予想はね、こんな感じに一応僕はやってます。で、何が言ってるのかというと、例えばですよ、24回のね、これ第一問ね、第一問24回の訓別総合喧嘩計算あるでしょ、ここ2番目に訓別総合喧嘩計算の理論が出てるんですよ。まあ、異種製品で大量生産っていうキーワードが書ければ大体合ってると思うんですよね、この24回ね、おそらくね、これキーワードです、ね、で、ここで一番大事なことは、これ24回に第一問出たじゃないですか、したら今回27回のね、第4問の計算問題でこれが思いっきり出たんですよね、うん、いいですかね、はい。で、また言うとですね、もう一つ言うと、これ第2問なんです、これ第2問ね、のまたオリジナルレジュメなんですけどね、こうですね、例えば20何回だっけな、5回か、はい、25回ね、これ丸×問題でしたけどね、25回の例えば3番目だったんですよね、うん、これ長期実現可能、まあこれ創業度ねの話で、これは生産条件のみではないですよということでね、生産条件のみっていうのはこの実現、最大可能の、ね、創業度ですからね、これだけは生産条件だけ考えて、長期とかね、あと短期のやつ、時期のやつはね、これはもうね、販売も考慮するっていう、ね、やつですからね、まあ、それで×っていうのが問題だったんですけど、ね、で、何がいいってのかというと、ここで25回のね、第2問の丸3のこの、あと丸4もそうなんですけど、この問題、理論で出てきたら、次の26回で何が出たかというと、3つの創業度の計算問題が出たんですよ。思いっきりね。うん。はい。という感じで、最初にね、まず理論がこうやって出されて、こうやって理論がこうやって出されて、こんな感じで。出されて、でちょっと後に計算でドカーンと出るんですよ、傾向としては。これが建設用形式1級なんですよ、実はね、喧嘩計算ね、うん、そうするとね、読み取れるんですよ、これね。例えば、はい、25回あるでしょ、これ品質喧嘩計算が出たんですけど、実はね、14回にも出てるんだよね、これね、品質喧嘩計算って。これ同じなんです、答え上、実はほとんど、ね、14回とね、14回の問い2の方と、で実は25回の問い2の方が、まあ、答えと一緒なんですよ、だキーワード一緒でしょ、これね、うん、今でしょ、これ。うん。で、これが書ければ、まあ、互角レベルに行くんですよね。でもね、品質喧嘩って、計算問題が出てないんですよね。3問目、4問目。ね。うん。そうするとどうですか？やばいんですよね。うん。品質喧嘩計算の計算問題が3問目とか4問目に出てこられると、みんなできないんですよ、おそらく。ね、で、テキストとかにもあんまり詳しく書いてませんからね、計算問題が。ね、そうすると、あれってなっちゃうじゃん。うん。そうすると多分みんな壊滅なんですよ。ね。でも、日照一級って普通にこれやりますからね。品質喧嘩計算って。当たり前のようにやりますから。ね。で、全然難しくないんです。ね。一回解けば十分もう対応できるんですよ。ね。うん。とかね。うん。あとね、僕が怪しいなと思ってるのは、27回、今回のね、今回というか、先月の9月13日の、本試験だったんですけど、ね、これ出たんですね。ABC 喧嘩計算っていう、要するに活動基準喧嘩計算ってやつが理論で出たんですよ。問いでね。うん。で、これもね、計算問題が出たことないんですよね。しばらく。最近のやつはね。だから、あ、これやべえなと僕思ってるんですよ。活動基準喧嘩計算の計算問題が第3問とか4問でできてもおかしくねえなって僕は読んでます。ね。で、難しくないです。これはでもあれかな、ちょっとちまたのテキストの方でも、うん、計算問題チラッとだけ書いたかな。ということで、それ、まあ、とりあえずね、しっかりとですよ。しっかりとね、ちゃんと理解した上でね、ちゃんと理解した上で、その基本問題取っていけば、とりあえず対処できると思います。ね。ただ、品質喧嘩計算に関しては、載ってないんで、あんまり。計算問題がね。うん。まあ、予想問題とかに載ってるかもわかりませんけど。
ね、基本的にない、見たことないでしょ、あんまり品質原価計算の計算問題ってね。うん、だからここら辺がちょっと狙われるっていう、こういう傾向に実はあるんですよね。 OK ですかね。はい、したがってね、何がいい、話戻すと何がいいっていうのかというとね、26回の第4問で取り替え投資というちょっと大きい問題が出ましたね。うん、これは建設業系失給の対策としては非常にこれ難易度が高いと思います。つうか一番高いでしょこれね。うん、だ僕ランク的に C ランクしてますから、これ僕のね講座の中でもね、うん、一番最後に後回しやってくださいと、ね、手出しちゃいけませんよっていうことでね、後回しにしてもらってます、塾生さんにもね。うん、で次です。しかしですね、今言ったようにこのタイプの問題が今後出てくる可能性が非常に高くなりました。1回出てるからね。うん、で過去問に1回出したっていうことはこの問題自体は対策してくるだろうなって試験は考えますから、どんな試験でもね。うん、だからよし、じゃあもうちょっと難しいやつ出しても大丈夫かなって思うわけですよ、問題出す側はね、出す側は、ね。うん、そこで、次にね出すとしたらちょっとひねりをねもう少し加えるって可能性が高いじゃないですかね。うん、そこで、考えられるのはですね、僕の次の第2段階のね下書きのまあ解き方ですよ、はね、3つの角度から考えるっていう方法なんですけど、ね、その3つの角度から考えるっていう下書きをですね、まあ、ここからちょっとこっちの方に書いて一生懸命、これから説明するんですけどね、それですね、それをまずしっかりとマスターしていただくと、今後建設業経験1級の試験でどんな形で出てきても怖くないです。設備投資の経済設計算はね、どんなに難しい問題で出てきても怖くないですね。それをね、僕の方は次ちょっと14本目のレジュメ、動画になりますけどね、今13本目のレジュメ、あ、レジュメじゃない、動画撮ってるんですけど、ちょっと一旦休憩取りますからね、休憩の取った後にね、14本目はここにたっぷりと、それを僕が今言った3つの角度から考えるっていうね、ノウハウをお話ししてきます、ね、つまり第2段階目の下書きになります。計算結果同じになりますからね、計算結果同じになるんで、ね、だから下書きの作り方と考え方が違うだけですね。うん、でも今言ったようにあらゆる問題解けますから、あらゆる問題が解けるようになりますね。いいですかね。だから塾生さんにはこれも徹底的にマスターしていただく、最終的にはねマスターしていただくってことで、ね、僕はね指導させていただいておりますね。はい、よろしいですかね。ということでね、とりあえずちょっと長くなりましたんでね、13本目が長くなりましたんで一旦ここで、はい、休憩取りまして、休憩の後にですね、14本目は、はい、この設備投資の経済設計算をね、3つの角度からね、考える下書きで、ね、あらゆる設備投資の経済性問題が解けるというタイプの下書きで説明しますからね、楽しみにしてください。はい、じゃあ休憩しましょう。